9月の欧州遠征でドイツとトルコを相手に2連勝を飾ったサッカー日本代表ドイツサポーターによる自国代表への激しいブーイングはやがて日本への称賛の拍手に変わり現地で試合を撮影したカメラマンが写真を交えて充実の2連戦をレポートする全2回の2回目前編へ写真ドイツサポーターが日本代表に称賛のスタオベ呆然とするフリック監督 キレキレだった伊藤久保三笘など、充実の欧州遠征を現地写真で振り返る、全44枚。ドイツサポーターが日本に送った賞賛の拍手。9月9日、ボルフスブルク。ドイツ対日本の後半、立ち上がりから伊藤淳也や三笘薫が積極的にシュートを放つと、ホームのサポーターはチームを諦めた。 一対一を何度も不正立てや指定言のビッグセーブには賞賛が送られていたものの、ドイツの前線がシュートではなくボールを回すことを選択すれば、苛立ちを隠さずにブーイングを送る。一方で、遠藤渡がブンデスリーガのデュエル王らしいプレイを披露したり、ミトマがドリブルの体勢に入ったりすると、敵味方に関係なく盛り上がるようになっていた。この日、スタジアムを訪れた人々に、 サッカーの面白さを提供していたのは日本だった。59分に鎌田大地と谷口翔吾の交代で5バックに変更した日本は、ドイツにボールを持たせる戦い方を選び、その後も狙い通りの守りを続けた。冨安健洋の圧巻のプレーは言に及ばず、組織化された日本の守備は見事な出来で、誰もが攻守ともにハードなコンタクトを厭わなかった。 吉脇美希が持ち上がれば森田秀政と冨安が挟み、イルカイ・ギュンドアンがボールをコントロールすれば素早く次の展開を読んでリスクを管理し、レロイ・サネのドリブルには三苫が躊躇なくぶつかっていく。途中出場の選手たちもその流れに乗った。終盤の2アシストで勝利を決定づけた久保武英も例外ではなく、低い位置での守備や競り合いなど、戦う姿勢を前面に出して試合に入った。 4対1で日本が勝利すると、諦めや落胆を通り越した表情で試合を見つめていたドイツサポーターの一部は、スタンディングオーベーションで日本の選手たちを迎えた。ドイツからしてみれば、攻撃でも守備でも、真正面から打ち砕かれた一戦だった。先制され、追いついてもすぐに勝ち越され、反撃は許されず、最後に突き放されて終戦。行ってしまえば、日本に、 強いチームの戦い方をレクチャーされた格好だ。アウェイサポーターのストレートな賞賛は感傷の証だった。終了のホイッスルを待たずに目立つようになった空席。諦めとため息、そして大ブーイングが交差したボルフスブルクの試合は、ドイツにとっては大きな恥だが、日本にとっては奇跡ではなかった。いやー、勝っちゃいましたね。 と挨拶を交わす日本の報道陣は、その言葉とは裏腹に、喜びとは少し違う、自信に満ちた表情をしていた。